久保さんいや、これ、ちょっと、億万長者の中でめちゃめちゃいいシリーズじゃないですか。ね。<laughs> これめちゃめちゃいいじゃないですか。ね、早速あの、僕あのコメントに対していこうかなと思うんですけど、久保さんのね、みあの、なんだあのー、こからの、心のないのは愛ではないと思いますと。みたいななんか、コメント入ってるんで、今回は、愛とお金と心の使い方。 愛と,お金と愛とお金と心の使い方にしましょうか。うん。まああの、なんだ。まあ確かにお金がなくても愛情表現はできるし、えー、なんだ。逆に言うと、えー、愛がなくてもお金は使えます。申しますね、えー。お金がなくても、お金がなくても、愛は使える。で、愛がなくてもお金は使える。 もう一度でますね。<laughs> えっと、愛がなくてもお金は使える。お金がなくても愛は使える。愛はなくてもお金は使える。<laughs> なんかもうぐちゃぐちゃになってきたな。まあいいまあ、何が言いたいかっていうと、え、両、全部持ってればいいんじゃないかなって話です。なんかね、お金の話をすると、要はお金に偏るんですよ。だから、フラットなんですよね。常に。フラット。うん。 で、なんで、その、お金を持っている人を、違うフラットの、フラットの、フラットな目で見れないのか。これはもう一つの原因があります。これも実際僕、僕がそうだったんで、あれなんですけど、僕は生まれた時から、あの、そんなね、裕福な家には生まれなかったです。おもちゃも買ってもらえなくて、うん、なんか、買ってよ、これ買ってよって言っても、 うちはうち、人は人。うちはうち、人は人。うちはうち、人は人。まずこれで片付けられるし、あうちの母ちゃんはね、お金がない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 。もうずっとこれでしたよ。だからこれね、二つ事件があるんですけど、二つ事件ね。まずこれ結構話すんですけど、あの友達がね、あの新しいミニオンコを買って自慢してるんですよね。これ買ったぜ、みたいな。すげえムカついて。 うちは買えないわけですよね。わら羨ましいな、っつってね。ふざけんな、みたいな。もう嫉妬と劣等感しかないですよね。もうお金なんでうちないんだ、みたいな。で、僕は盗みました。そのね、土井くんのミニオンと。小3、小日家小3だったと思いますね。で、それが第1次事件ですね。まあ、ばれてね、母ちゃんと土下座して泣きながらこう謝りに行ったんですけど。で、それで第1次件ですね。これ実は第2次件がありまして。 で小学校の時に、あの小6か、まあ、僕、オンボロのチャリンコ乗ってたんですよ。で、まあ、さすがに、まあ、あのー、うちの親もね、なんか買ってあげたいなと思ったんでしょうね。で、なんか、僕、当時、卓球の試合かなんか、卓球、まあ、ずっと十何年卓球やってたんですけど、なんかね、試合で勝ったら、なんか、じゃあチャリンコ買ってやるぞ、みたいな,な。なんか頑張ったらチャリンコ買ってやるぞ、みたいな感じで。 まあ頑張って買ったのか分かんないですけど、で、ね、チャリンコなんだか買ってもらったんですよ。マウンテンバイク。わーっつって、ね、乗ってたんですよ。でね、こっからなんですけど、中学校になると <laughs>、マウンテンバイク乗ってる人いないんですよね。中学校。中学生でマウンテンバイクって、まあ今は分かんないですよ。でも当時、もう周りがマウンテンバイク乗ってる人中学生でいないんですよ。普通のチャリなんですよ。で、その普通のチャリがめちゃくちゃ 羨ましくてでうちはね、まあそういうの分かってたし、で、マウンテンバイク買ってもらったばっかなわけですよね。小5、小6で。まあ1年ぐらいなんですよ。で、まあ言えないですよね。買ってもらったばっかだから。で、僕はどうしたかっていうと、チャリ盗みました。これチャリ盗んでまた捕まるんですけど、<laughs> これ13歳の時ですね。で、今度13歳の時にチャリ盗みが発覚して、警察行って、あの、これしましたね。13歳だったから、なんか、 まあまあ大丈夫だったのかな。で,でも、あの警察の2階でねあ、親と、もうそれも泣きながらですね、なんか、なんかあの、事情聴取を受けてね、押しましたよ。なんかこんなの。13歳の時。で、まあ何が言いたいかっていうと、単純にお金がないだけなんですよ。<laughs> 単純に。もうでなんでそれは生まれるのかっていうと、お金がないだけです。うん。で、あとは、やっぱり僕も、 あの周りを比較しないし自分の自分軸でこう生きていけるタイプようになったんだけども結局やっぱ周りと比較はしますだって周りと生きてるんだから目隠ししてね全部目隠しして歩いて生きてるんだったらそれは大丈夫かもしれないけど絶対見るじゃないですかで人は影響を受けるんで影響を受ける感情が動くんですよいいな羨ましいなっていう感情があるので比較するし見ちゃうし ね、例えば自分ねこの前親父にね車買ってあげましたけどうちの家はずっと軽自動車なわけですよだから本当ベンツとか走ってると羨ましいなと思ったしなんかなんでうちはこうなんだっていうで僕がまあ今はね大人になりましてお金,がかお金の勉強もしてお金が稼げるようになって思うことが結局お金を稼げてないっていうただそれだけなんですよ だ貧乏の家に生まれたようが何しようが自分の努力次第でそれはお金は稼げるんですよ。特に今なんかは個人がねこうやって発信できていくらでもビジネスチャンスっていうのはあるわけですよ。特に日本に生まれたらチャンスはあるわけですよね。生まれた瞬間戦争ですっていうとこだったらチャンスはないかもしれないけどもチャンスだらけなんですよ。うん。だから単純にお金を稼ぐ。 で、お金を稼いだ後に、じからそのそれはその人しか分かんないです。要はその人があのなんだ愛を持ってそれを使ったとしても愛があってね使ったとしても周りから見たら道楽の道楽だなみたいなうーんなんだあの無駄遣いだとか。でもね、 はっきり言って、実は、これもね、ものの見方なんですけど、あの、無駄遣いって実はないんですよね。どの視点で見るかなんですよ、これも。経済を動かしているという視点で見たら、無駄遣い一個もないんですよ。例えば、お金持ちの人がね、じゃあ、無駄遣いしたとするじゃないですか。じゃあ、そのむ、<laughs> まあまあ、仮に100歩譲って無駄遣いしました。じゃあ、でも何か使ってるわけですよね。わかります。どっかにお金落としてるわけじゃないですか。 じゃあその例えば何かそこで買い物しましたじゃあその商品を売っている人だったりとか製造している人だったりとかその原産地原産の材料を作ってる人だったりとかその分配されていくわけじゃないですか、えー、そうやって経済回ってますよね逆に言うとお金持ちの人が全くお金使わなくなったらね全部節約ってしたら経済全く回んないですよ お金持ってる人が税金いっぱいもめてくれるし、お金持ってる人がいっぱい使ってくれるから、逆に経済もあるわけですよ。で、逆に税金も高く払ってくれるから、税金少なく払ってる人に対しても優遇されるわけじゃないですか。っていう仕組みなわけですよ。わかります。だから、実は全部フラットなんですよね。逆に言うと、お金持ってる人の方が逆に経済を回してる、税金も払ってる、人のため、世のためになってるわけですよ。まあ、一部はね、 まあちょっと悪いことしてる人もいるかもしれないけど、この悪いことしてる人ですら、お金をどっかで使ってるわけじゃないですか。で、その、そのお金が周りに回って、その人の働きってる人たちの給料になったりとかしてるわけなんで。だからこれはね、なんだろうな。お金と、愛とお金の使い方というより考え方かな。使い方というか考え方ですかね。考え方に変えましょうか。うん。 まあ、あとは自分がお金を稼ぎた時にどう使うかですよね。うーん。でもね、無駄遣いって多分ないんですよ。うーん。<laughs> なぜならばどの視点で見るかですよね。本当に <laughs>。そう。だから結局、無駄遣いと思、思ってる人は他者であるってことですね。うーん。そんなのにお金使って、何してんだこいつらみたいなね。うーん。 でもどっかでお金を落としてるわけですからそのお金が回り回って経済回ってるのでうんこれはね本当にどの視点で見るかですよねだから万田銀次郎僕もめちゃめちゃ好きなんですけど万田銀次郎の部分もどこで見るかなんですよねうんだかマン万田銀次郎をお金を貸してくれるいい人という視点で見るのか取り立てをする悪い人という視点で見るのか もうこの視点で変わるわけですよ。そんな取り立てひどすぎるよと。でも一方ではお金を貸してくれるいい人でもあるし。うんだから物の見方受け取り方を変えるだけで全然変わってきちゃうんですよね。ただ客観的な事実をフラットで見るときねフラットで見たときに万田銀次郎は単純に金貸してその戸市だよって言ってその戸市の利息をもらいに行ってるだけですよ。もはやね。 普通だったらね、あの、まあ、絵的に取り立てした方が絵的になるんであれですけど、普通だったら振りく ATM とかね、あの銀行振込みで返済しないといけないわけですよ。でもあん銀次はわざわざね、交通費、交通費請求してなくないですか交通費、だからあれですごいんですけど、あ、でもたまにあるか。たまになんか何とか料みたいなね、<laughs> ねなんか、なんか大きいことやるときは何とか料だ、取り分だみたいにやりますけど、ま、あそれはね、あれだけの規模やるわけですから、ただ普通の取り立てでガソリン代請求してますって話で、 してなくなくいですかガソリン代。おい、ドイツだ、みたいな。ガソ、ここまで来たガソリン代もよこせって多分ないと思うんですよ。<laughs> あんだけふかしてね、バーンみたいに言ってね。ガソリン代よこせみたいな。宿泊代よこせみたいなね。多分あんまないですよね、セリフで。だから面白いですよね。うん。だからまあ、お金と愛、愛とお金と、うんなんか、うん、なんだ。まあ、そんな感じのタイトルにしようかなと思います。うん。 だからま,あまずはね、お金を稼ぐっていうことをまずできるようになる。で、それを単純にできないじゃなくて、勉強していない、やってないだけなんですよ、単純に。僕もそうだったんで。うん、お金の、お金ってどういうものなのかっていう勉強だったりとか、経済ってどうやって回ってんのかなとか、あとは社会ってどう回ってんのかなとか、うーん、お金稼ぐために何しなければいけないのかな、価値とは何なのかなとか。 どうやったらお金がもらえるのかなとか何を提供したら喜ばれるのかなそしてお金がもらえるのかなとかなんか全部それをねやっぱ勉強してやんないとダメなんですようん <laughs> でもみんなねやっぱねその新しいことをやるってことは嫌ですしあとやっぱ今までの価値観社会のレールですよね就職してお金を給料をもらうっていうやっぱレールに入っちゃってるのでうーん なかなかそのレールから外れることが難しいってことですよね。うん。あ、それはね、まあ、あの、ぶっちゃけお金の稼ぎ方は平等なんですよ。だって何が、なんで平等かっていうと、みんな YouTube、例えばね、YouTube で言うならば、Gmail 取れるじゃないですか。YouTube 見てる時点で絶対 Gmail 取れるし、Gmail 取れるってことは YouTube できるんですよ。スマホ、映像を見てるってことは何かデバイスを持ってて、 スマホだったらもうカメラ全部ついてますし昔は平等じゃなかったこともあるかもしれないけど今はねスマホぐらいみんな持ってるじゃないですかねスマホぐらいスマホぐらいみんな持ってるってことは平等にできるわけですよねっ <laughs> だから平等じゃないですか、うん、あとはそこに対して勉強して それを使いいここなすかな、こなすすなかかかさのって話ですね。だから久保さんはね、やっぱね、ペイペイね、25万ぐらいいってたんで、やっぱ使いこなしてるなと思いましたね。<laughs> 久保さんの年齢でね、結構やっぱすごいと思いますよ。やっぱり受け入れられないんでみんな。新しいことって。だから久保さんのいいところっていうのは、もうね、もう積極的にやっぱね、取り入れてく、やってみろってことなんですよ。久保さんがうまくいった理由って。久保さんの年齢で、なかなか難しいですよ。 うん、あそこまでアクティブにいろんな新しいことにこう行くっていうだから仮想通貨に関しても早い段階からね怪しいけど行ってみるっていうことをねとにかく飛び込んでみるっていうねことをやってたしだからうーんだからそれが久保さんのやっぱすごいとこじゃないですかねうんはいということでやりましょうですかね行ってらっしゃい